なんでも大体言われてない人はいないんです。でもそれに見事にはまってしまう人がいるんですよ。そういう人の特徴がありますから、もしそういう特徴に自分がはまってたらですね、これは直した方が人生上得です。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。世の中は生きにくい、そんな風に思ってしまうことはありませんか？真面目に生きているのに、頑張って生きているのに、なぜか迷惑をかけられたり、ありもしない陰口を言われることがあるかもしれません。人間が複数集まれば必ずそこには関係が生まれます。人間関係、それは複雑で、また思わぬことで足元を救われたり悲しい目に遭わされたり。でもちょっと周りを見渡してみてください。中には同じ人間社会の中でひょうひょうと楽しそうに生きている人がいますよね。そうやって楽しそうにいられる人とそうではない人、その違いはどこにあるのでしょうか？今回は、陥れられる人の特徴と、どうすれば陥れられなくなるのかについてのお話です。これを聞けば心が軽くなって、新しい自分になることができます。人にですね、陥れられてしまう人がいるんです。で、何ですかっていうとですね、自分がやってないのにこう、陰でこう悪口言われたりとか、本当は悪口って、大概陰で言われてるんです。本当に、総理大臣でも、何でも大体言われてない人はいないんです。でも、それに見事にはまってしまう人がいるんですよ。で、そういう人の特徴がありますから、もしそういう特徴に自分がはまってたらですね、これは直した方が人生上得です。ですね、100% じゃないんですよ。ただ非常に多いんです。これは、よくですね、真面目に働く人に多いんですよ。真面目に一生懸命働く。例えば、上役になる。なんかの工場で少し任されてる。中堅ぐらいの女の人とか。ね。で、それがある日、同僚とか、そういうのに陥れられるっていうか、やってもいないことを上役に、なんていうんですか、告げ口されるとかね。それで、その相手の人は仲良しだと思ってたのに、そういうことしてたと思って、それが分かったとき、愕然としたとか、って言うんですけど、よろしいですか？じゃあなぜ相手の言うことを信じちゃったのかっていうと、まず、陥れられる人ね。人の特徴ってね、暗いんです。暗いってね、何ですか？暗い色の服着てるんです。ネズミ色だとか、ともかくパッとしない色の着てるんです。そうすると、普段その人が明るくて笑顔にしてて、ペンダントの一つにしてると、人間ってね、純白の白いこう、ワイシャツやなんかいつもきちっとしてる、清潔に見えるんです。ね？で、ちょっとしたペンダントかなんかしておしゃれに見えるんです。そうすると、あの人があんな陰口とか悪口とか言うようなタイプじゃないよって見えるんです。ものすごく演出って大切なんです。だからね、あの人陰であんたの悪口言ってんのよとかって言われて、みんなが信じちゃう人って、信じるような洋服とか格好してるんです。本当に格好なんですよ。だって、あなたの言うことより嘘つきの言うこと信じたんだよね。あんたは何もしてないんだよね。ね、嘘つきのような格好 してたんだよね。なんて、人から見たとき相手の方を信じちゃったんだよね。だから、あなたが信じられるような格好、悪口も言ってないのにあの人が言ったのよって言ったら、言ったような格好してるんだよ。人間なりじゃないって言うけど、あるよ、色とか、着るものとか、ね、本当に髪の毛綺麗にしてる？顔ツヤあるかい？って。洋服着てる、洋服って明るい色の着てるかい？って。天国言葉いつも喋ってるかいって。ね、もしかしたらいつもね、地獄言葉みたいのを、愚痴だとか泣き言だとかぐち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 したら、あの人なら言いかねないと思われたんだよ。ね。だからまずその一つ気をつけないと、相手が悪い相手が悪いって相手のことを恨んでるけど、自分に落ち度はなかったんだろうか。だから自分は言ってないってことだけは確かなんで。だから私は言ってない被害者だと思ってるけど、
相手が言ったことを嘘でもバーって信じて、みんながなんであんたのこと疑ったのってね、俺だったら誰かの言ったらあいつそんなことしないよとかって言うじゃない、仲間だったら言うよね。だけど誰一人ね、あの主任さんはそんな人じゃありませんって言ってくんなかったっておかしくないかいね。だから人間って向上する動物なんだよね。で、向上しようと思えば何の機会でも向上できるの。だから神様は洋服とか言うこととか日頃から気をつけなよ、じゃないとこういうことが起きるよ、ああ自分にも悪いことがあったんだ、なんでこういう問題が起きたんだろう、自分は何を反省するべきなんだとかと思った人、魂がどんどん向上してくるの。私は何もしてないのに、あの人が悪い、あの人が悪い、周りの人がみんな敵なんだって、あんた素晴らしいよねって、あんたすごいよねってね、あんた以外全部悪い人だよね。でも本当にそうなんだろうかね。人間って意外と利口なもんだよ。それが全部おかしいったら、あんたに絶対おかしいとこがあるんだよ。それから、あの人はそんな人だと思わなかった。それなのに騙されたって言うと、自分がすごいいい人で、相手を悪い人だと思ってるような言い方だけど、あんた親友だと思って付き合ってたのに、親友も見抜けないんだよね。そうでしょ？自分の友達も見抜けないんだよね。で、本当にそれでいいと思ってんのかね？ね。この人がどんな人だとか、私は全然見抜く目がなかったんだ。しっかりしなきゃいけないな。これが悪口ぐらいで済んだけど、もっと悪い人だったら、もっと上手に近づいてくるんだよ。もっと悪い人、もっと映画みたいか悪役みたいな顔してりゃいいよ。本当に悪い奴ほどいい人のふりしてくるんだよ。そんなそばにいる人で、ね、その程度を見抜けないんだとしたら、いろんな人いるんだよ、今悪い人が。それを見抜けないんだよね。ああ、見抜けない私が悪かった。ね。神様がくれたプレゼントなんだ。ね。そうなったとき、周りにいる人、今、自分のことを騙してくれた人、全部観音様の化身なんだ。ね、だから自分はもうちょっと向上しよう。ね。一言あの人が言っただけでみんなが私を疑っちゃうような、もしかしたら格好とか言葉遣いなんじゃないだろうか。それから、そばの人でも見抜けないんだ。騙すより騙された方がいいって言うけど、騙す人もいるけど、騙される人がいるからやるんだよ。詐欺でも何でも絶対誰も引っかかんなくなっちゃったら詐欺って成り立たないんだよ。だからそれは天国から見たら同罪なの。だって二人いなきゃできないんだもん。ね。だって俺詐欺だってこんだけテレビでやってんだよ。こんだけやってんのに、ね。引っかかる人がいっぱいいちゃダメなんだよ。ね。だからやるやつは後立たないんだよ。ね。それの心のどこかに騙される方がマシなんだとかって、同じだよ。本当にそんなことっていけないんだよ。ね。自分のことに落ち度は何だろう。起きたことに 100% 自分に責任があるとしたらな、どうしてだろうと思うと魂はうんと向上するし、二度と同じ問題が起きないの。何回もこういう問題が起きる人は必ず人のせいにしてるんだよ。で、人のせいにして問題は解決しないんだよ。人間って自分の魂の向上のために生まれてき、自分の魂の向上のためにいろんな問題が起きるの。向上しないでどんどん悪くなる人の特徴っていうのは、100% 人のせいにする。で、向上して二度とそういう目に遭わない人、100% 自分のために起きた自分の問題なんだって思う人は二度とそういうことが起きないの。で、これが一番楽な生き方なの。よく人のせいにしてりゃ楽だから、楽じゃないよ。その場は楽だけど、後で見てるとどんどん悪い方に行くんだよ。一番楽な生き方は、すべて自分の責任なんだ。100% だと思ったらものすごい楽なの。なんか分かりづらい話だけど、100回聞くと分かると思います。よろしくお願いします。感謝してます。誰かが自分の悪口を言っている。それを知ると悲しい気持ちになります。苦しい、辛い、
腹立たしい、そんな感情を伴うかもしれません。しかし残念ながら、人間社会において悪口を言われていない人はいません。どんな立派な人もどこかで悪口を言われています。ただ中には、やってもいないことで悪口を言われることがあります。いわゆる陥れられるということ。これは悔しいし、普通の悪口以上に腹立たしいかもしれません。しかし耳が痛いのですが、陥れられる人、やってもないことで悪口を言われる人には特徴があると一人さんは言います。やってもいない陰口を言われる人は真面目な人が多いです。また暗い服を着ていつも暗い雰囲気の人、口から出るのも暗い言葉、そんな人が陥れられやすい人の特徴です。反対に陥れた側の人は、明るく清潔な洋服でおしゃれをしていたりします。これはどういうことでしょうか？考えてみてください。あなたの悪口を聞いてそれを信じた人は、あなたではなく悪口を言った人を信じたということです。すなわち、悪口を言った人には人を信用させる要素があり、言われた方にはその要素がなかったということ。陥れられたということは、陥れられるという事象が起きる理由があります。やってもいない事実であっても、あの人ならやるかもしれないと思われる要素が言われる側にあるのです。それは見た目の問題であったり、普段から後ろ向きな地獄言葉を使っているであったり、そんな要素があって、結果として陥れられるということになっています。陥れられたくないなら、陥れられる要素をなくす努力をしましょう。ひとりさんが言うには、人間は向上できる動物です。その気があればいつからだって向上することができます。そうだとするなら、陥れられたことを原動力にして向上すればいいのです。陥れられた理由を考えてそこを直す。そうすれば二度と陥れられることはなくなります。また時に、近くの人に裏切られることがあります。信じて仲良くしていた人が実は自分を裏切っていた、騙されたなど、そんな人だとは思わなかった。そう思って悔しがるかもしれません。ひどい人だと相手を責めるかもしれません。でも全ては見抜けなかった自分の責任です。裏切ったり騙した人を責めても自分が向上することはありません。向上しない人はまた同じ失敗をするので、何度も裏切られたり騙されたり陥れられたりします。人のせいにしているうちは、いつまで経ってもその立ち位置から抜け出せないでしょう。そうは言っても騙す方が悪いじゃないか。そんな風に思うかもしれません。いいえ、神から見れば、騙す方と騙される方は同罪です。この世はすべて陰と陽、対になっています。騙される人がいるから騙す人がいるのです。騙される方にも罪があります。では向上するためにどうすればいいのか。裏切った人や騙した人、陥れた人は観音様の化身だと思ってください。そのような一見ひどい行いで向上する機会を与えてくれた観音様の化身です。観音様の化身である人が教えてくれた自分の落ち度を反省し、見方を変える努力をしてください。なぜ自分が騙されたり裏切られたり陥れられたりしたのか、その理由をとことん考えて直しましょう。そうすれば二度と騙されなくなります。陥れられたり裏切られることもありません。目の前の事象を人のせいにするというのは、一見非常に楽な方法に思えます。また内容によっては、そうやって正当化することだってできるでしょう。しかしそれをやってしまえば、いずれまた同じような嫌なことがやってきます。そうならないためにやるべきことは、自分に起きるすべてのことは、すべて自分の責任だと思って生きることです。自分で責任を取るというのは重たいことのように思えますが、実はそうではありません。すべてのことは自分のせいだと思うことこそ、自分を向上させて起こり得る問題を減らすための最善策です。すなわち身に降りかかるすべてを自分の責任と考えれば、他のどの方法よりも楽に生きることができます。明るい顔をして、明るい装いで天国言葉を話す。そしてすべてを自分で受け持つと覚悟すれば、
苦難が降りかかることはありません。降りかかってもすぐに払うことができるでしょう。このことを自覚すれば周りに振り回されることなく、明るく楽しくひょうひょうと生きていくことができます。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。